さあ今回はですねえ柱稽古編の情報とえ劇場版の情報をお伝えしていきたいなと思っておりますえチャンネル登録高評価今のうちにお願いいたします <music> さあ、今週あったとんでもない最新情報まとめということでえ、まずはですね、劇場版情報から見ていきましょう。さあ、なんとですね、今、鬼滅界隈が盛り上がっておりますということで、えまずはですね、無限列車編が映画館にて最上映候補に入りまして、後に最上映されることが決定いたしました。 はい、えー、無限列車編なんですがあ上映リクエストできるサイトがね、えー、こんな感じでありまして、えー、そこでのランキングがまさかの1位と ということで、えー、3000人があ投票してですね、えー、無限列車編がなんとね、えー、上映されることになったわけなんですがあ現在はですね、えー、上映日と映画館を検討中とのことでね、まあ、決まり次第、えー、また続報が、まあ、出るということなんですけどもいやファンが3000人も、えー、リクエストしたということで、まあ、無限列車編がもう全国規模で、まあ、なんとね上映されるんじゃないかなと思って おりますねさあそしてさらにですね現在鬼滅の刃兄弟の絆がですねランキング1位になりましたということで、まあ、これもですね後に上映候補に入るわけですさああの兄弟の絆といえばですねアニメ第1話からの、まあ、あれなんですけどもいやこんなの映画館で見たことないですよね、うん、まさかのこれがランキング1位になりましていや再び上映してくれるのかって っていう感じですね。 でもってさらにですね、えー、鬼滅の刃上限集結も、現在ランキング8位にありまして、まあ、これも3位以内に入れば、上映候補に入るんですよね。いや、これはちょっとえぐくないかと。えー、つまりこのまま行くとですね、えー、鬼滅の刃の3作品、えー、鬼滅の刃無限列車編、えー、鬼滅の刃兄弟の絆、鬼滅の刃上限集結が映画館で最上映されることになります。 えこれはもはもや前代未聞ですねいやちょっとファンがここまでのし上がってきたということでいやマジで公式さんよと。 鬼滅の刃のこれまでの映画ワールドツアーで、うん、再び再上映してくれませんかということで、まあ、私もねそんなツイートをしたわけなんですが、まあ、私のツイートもですねだいぶバズっておりましていや公式さんが動いてくれる可能性は、まあ、なきにしもあらずなのかなと思っておりますさあそのレベルで今ファンの熱が熱いということで、まあ、そんな公式さんはね柱稽古編の情報を 一切出していないんですけども、まあ、ファンが動くねえとんでもない事態がねえ発生しておりますねもうね公式さんが何もしないんだったらあ、ファンが動くということでえとんでもない事態が発生しておりますさあそして続いてですね皆さんお待ちかねのえ鬼滅の刃柱稽古編に関する最新情報なんですけどもさなんと今週でかい情報入ってまいりましてですねえ海外のリーク情報なんですけどもさなんとか 海外のリーク情報によりますと2024年の春から放送が開始されると言われております。 さあ、そんな感じで、鬼滅の刃、柱稽古編が、ま、2024年の春ですと、ま、たい4月あたりからの、放送が、開始なんじゃないかなと、いうことで、ま、リーク情報入ってきているんですが、ま、こちらですね、皆さんどう思いますでしょうか、ま、割と信憑性の高い、リーク元からの情報ということで、ま、なんとね、こんな感じで、フォロワーもかなり多くてですね、19万人もフォロワーがいるんですよね。 にえ「進撃の巨人」のねえ放送日も、まあ、リークしており、まあ、それも当たっているということで、まあ、かなり真実味がありそうな情報ですよね。はい で、まあね、これに関しましては、まだ鬼滅からの情報がね、一切出ていないので、まあ、全くわからないんですけども、まあ、僕はですね、春よりも早い段階で放送するんじゃないかなと思っておりますね。具体的には、2024年の2月あたりに放送を開始するんじゃないかなと僕個人は思っていますね。はい。まあね、1年も待つほどのね、 長い編ではないですし、まあ、あとは海外のリーク情報が、まあ、根拠が全くないので、それに関しましては、まあね、うん、ちょっとこうね、っていう感じですよね。はい。まあ、手な感じで、まあ、年内には放送日がね、確定してくると思うので、楽しみに待ちましょう。さあ、そしてさらにですね、海外のリーク情報によりますと、柱稽古編は、全部で10話未満になると、 え言われておりますね。はい。まあこれに関しましては、まあ原作情報から考えても、まあ本当の情報ですよね。まあ原作が、まあ、単行本のまあ 期間にも満たないね、うん、数字ということで、まあ、かなり短いんですよねなので、まあ、外伝含めても、まあ、そこまで長くないワンクールにも満たないね編とはなりそうですよね、はい、え僕の予想だとだいたい四話前後になってくるんじゃないかなと思っております、まあ、アニメオリジナルを含めてもだいたい六話前後になってくるんじゃないかなと思っておりますさあそんな感じで今週 の最新情報でしたあ最後にまとめますとえまずは劇場版情報ですねえ鬼滅の刃無限列車編え鬼滅の刃兄弟の絆あ鬼滅の刃上限集結があなんと最上映候補に入っておりましていや再び上映される可能性がありますということでいや公式さんが動いてくれたら嬉しいですねいや皆さんどう思いますか まあ、無限列車編は再び見たいですね。で、兄弟の絆に関しては、見たことないよね。劇場版で見たことないよね。で、そして上限集結に関しましては、うん、あれね、先行上映だったから、再び映画館で上映する価値ってあるのかなっていうね、え若干思っているんですけども、まあ、そんな感じで再上映されそうですね。さあ、そして柱稽古編の情報なんですけども、まあ、2024年の春から放送されると、まあ、リークされております。 おります、ねまあこれに関してはまあそうですねまあ大体その辺にはなるでしょうまあ2024年の、うん、放送とはなりそうですよね現在情報が出ていないですしまあ年内の放送は若干厳しいのかなと思いつつもありますよねはいということでまあそんな感じの情報でしたさあそれでは皆さんまた次回のとこでお会いしましょう,うっ